どうも、おはこんばんちは。今回は、キモ女をノーダメで、ぬっ殺していくんやで。まずは戦い方を考えましょうかね。接近戦でも、攻撃も大無理だし、攻撃も今後忘れてるから、横とか後ろに張り付いて、倒した人も多いと思うけど、それだとノーダメがなかなか狙えないのよね。たまにホロノーモーションでのヒッカーとか、裏剣士の時が来るからね。それをたまたま避けきれて、調子よくノーダメで、途中まで来ることもあるけど、気力回復した後に出てくる。不正を上げながらの、乱撃をかわしきれない人も多いと思うの。これね、たまに運よく違う方向向いてたりで、避けれちゃうこともあるけど、それだとノーダメ干渉の運勢も、運任せになっちゃうから、今回はここは1の1を教えるよ。その場所は、キモ女の懐だよ。ここなら2つだけの攻撃を、注意してればいいよ。では、ポイントをまとめましょうかね。細かいところはあると思うけど、まずはこの2つのポイントを押さえておけば、目が慣れてくればノーダメもいけるよ。ではノーダメ実践してみましょうかね。いささかの価値もなかろうに。